ジョン・コニャーズ・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家。デトロイトとディアボーンの一部とハイランド・パークと、ハムトラミクのすべてを含む、ミシガン州第14会員選挙区選出の、アメリカ合衆国会議員。民主党の彼は1965年から務めている。2007年1月、コニャーズは、第110回合衆国議会,会、会員司法委員会委員長になった。 コニャーズは、議員在任中、議会全体で5番目に長い任期を保持していた。デトロイトで育ち、デトロイトのノースウェスタン高校を卒業後、コニャーズは、ミシガン州兵、アメリカ陸軍、アメリカ陸軍予備軍で務めた。コニャーズは、アメリカ陸軍工兵隊の士官として1年間大官が民国で、働き、戦闘と功労の表彰を受けた。 ウェイン州立大学から文学志望と法学志望の両方を受けた。彼は議会に選出される前に、ジョン・ディングル下院議員のアシスタントを務めた。彼は20回再任されており、一度も深刻な競争相手に直面していない。彼は現在の下院議員で2番目に長い任期を保っており、同様にミシガンの歴史の中でも2番目に長い議員歴を持っている。 両方のリストで唯一ディンゲルだけが彼に勝っている。彼は民主党の大量の新人議員の出た1964年組で最後に生き残っている議員でもある。コニャーズは黒人議員団の13名の創設メンバーの一人でグループの長老と考えられている。CBC は黒人及び少数派の市民の立法の懸念を解消する。 アフリカ系アメリカ人立法者の能力を強化するために1969年に創設された。彼は他のどのアフリカ系アメリカ人よりも長く議会で務めた。1971年、彼はニクソンの敵、リストのオリジナルメンバーの一人であった。ナショナルジャーナル氏によると、コニャーズはピート・スタークと共に長年にわたり最もリベラルな議員の一人と、 考えられている。公民権運動の象徴であるローザパークスは、1965年から1988年まで、コニャーズのスタッフとして働いていた。コニャーズは、オンラインカジノを規制する傾向を支援する一人として知られている。彼は、 アフポート法の中に隠された2006年の不法、インターネット火事の執行法を禁止になぞらえていた。彼は、マイケル・ムーアのドキュメンタリー映画、歌詞911に登場し、アメリカ同時多発テロ事件のその後を議論し、議員たちは、ほとんど法案を読んでいないと述べた。コニャーズは、頻繁に政治系ニュースサイトの、 デイリーコスやデモクラティックアンダーグラウンドに投稿している。2005年5月以来、彼はニュースサイトのハフィントンポストと彼自身のブログでブロガーとして貢献している。1968年のキング牧師の死後、コニャーズはキング牧師の誕生日を国民の祝日にする法案を議会に最初に発表した。コニャーズはリチャード・ニクソンの在職中。 彼に対して批判的で、その結果、1969年から1974年までの、ニクソンの大統領在任中、リチャード・ニクソン大統領の敵対シャリストの13番目になった。大統領の首席顧問は、コニャーズを、急にやってきて、白人女性に生まれながら、弱点を持つ、黒人の反ニクソンの代弁者として、新たに現れたと描写した。 コニャーズは1974年7月、ニクソンの弾劾条項に投票した。彼は、会員司法委員会の中ではこれを行った最後に、残ったメンバーだが、一人の他の仲間の、委員会メンバーはまだ議会にいる。コニャーズの元側近2名から、会員倫理委員会、FBI、司法長官宛てに別々に送られた手紙の中で、彼らは、コニャーズが繰り返して、 会員の倫理規則に違反していることを主張した。その側近は、コニャーズは、彼のスタッフをいくつかの地方と州の選挙活動で、働かせ、彼の子供たちの子守りやお抱え運転手をさせられたと主張した。2006年12月後半に、コニャーズは、会員の規則に、おそらく違反したことの、責任を認めた。声明は2006年12月29日に、 会員林理院会議長のドク・ハスティングスと少数党幹部メンバーのハワード・バーマンによってまとめられ、コニャーズは、スタッフの公務と責任に関わるコミュニケーションで、明快さを欠いたと彼がみなしたことを認め、彼の行動への責任を受け入れたと述べた。事態を白紙に戻すことを決めるにあたり、ハスティングスとバーマンは次のように述べた。 調査の間集められた情報を再検討した後に、そして、コニャーズ会員議員の調査への協力に照らして、我々は、彼のオフィスが、議会のスタッフによる、選挙運動と、個人的な仕事に関して、すべての規則と規格に従うことを保障するために、この問題は、この声明書の発行と、さらなる多くの方法を取ることへのコニャーズ会員議員による同意を通して、 解決されるべきであると結論付けた。2005年5月5日、コニャーズと他の議員88名は2002年のイラクへの攻撃での米国とイギリスの間の明らかな密約を暴露する、リークされたメモ、いわゆるダウニング街メモについて尋ねた公開書簡をホワイトハウスに書いた。新たに発見された書類は、 イラクに侵略するイギリスと米国の意図を明らかにし、二つの国のリーダーらは原文以前の侵略の正当化を作ることを議論していたとタイムズ紙は報じた。書類のにはさらにその戦争を正当化する条件を作る必要があるだろうとトニー・ブレアが決めたと記されていた。メモの話はイギリスで突然起こったが、アメリカではそれほど報道されず。 これは、至るところにあるマイケル・ジャクソン裁判や逃げた花嫁の報道の間に、記憶の穴に落ちていくことを許すべきではないと、コニャーズを嘆かせた。CNN は5月12日に、FOX ニュースは、そのおよそ2週間後の6月1日にこの話を取り上げた。コニャーズと、他の議員は、議会調査団をロンドンに派遣することを、検討していると伝えられた。 2005年5月、コニャーズは何がオハイオで間違っていたか2004年大統領選のコニャーズの報告を出版した。この本は2004年アメリカ合衆国大統領選挙中オハイオ州で起こった投票の不正を論じている。不正行為があったとする証拠は出口調査の結果とそれらの場所で手続きされた実際の投票の間の際における統計の異常からなる。 この本は、間違いの起こりやすい、電子投票の機会の報告と、開票に使用されたこれらの機会の信頼性の欠如についても論じている。彼は2004年の合衆国大統領選挙の、オハイオの選挙人投票を数えないことに投票した、会員の31名のうちの一人であった。2006年8月4日、コニャーズは、彼のレポートの最終草案である、危機にある憲法、 ダウニング街の記録と、イラク戦争の嘘、捜査、歪曲、虐待と隠蔽を発行し、ブッシュ政権が2003年イラク侵攻を正当化するために情報を改ざんした証拠とするための情報を編纂した。危機にある憲法では、進行の前に、ブッシュ政権によって提供された証拠の多くと、彼らの情報源の信頼性への疑問を検証している。 さらに文献は、イラクのアブグレイブ刑務所の虐待事件をもたらした状況を、公には知られていないが遂行されている、さらなる虐待の証拠と同様に調査している。最後にこの文献は、その政治的な敵対者を扱う陣営によって、意図的に使用された一連の抽象戦術を報告している。この文献は、大統領ジョージ w ・ W ブッシュと副大統領、 ディック・チェイニーの避難を呼んだ。しかし彼は弾劾手続きの後押しを拒否した。コニャーズは会員決議288を提案した。決議は宗教的不寛容の避難であったが、暴力行為や不寛容さからの特別な保護をイスラム教は必要としていることを強調した。それはコーランやイスラム教。 またはどんな宗教も何らかの方法や形で下げ済むことを決して合衆国政府の公式な方針にしてはならないと表明しイスラム教信仰のものを含むすべての個人に対する偏見に動機づけられた犯罪と行為を防ぐために地方、州、そして連邦の当局が働くことを求めるとしたこの法案は2005年6月に 会員憲法省委員会に委ねられたが、しかしコニャーズは、司法委員会の議長として、それを蘇らせることもあり得る。2006年4月、コニャーズは10名の他のベテラン議員とともに、2005年赤字削減法の合憲性に異議を申し立て、ミシガン東部地区合衆国地方裁判所で訴訟を起こした。簡単に言えば、国訴の主張は、 法案は大統領による署名がなされる前に、合衆国議会による十分な考慮が行われていないというものだった。その後訴訟は当事者的確の欠如のために企画された。アーティクルズ。ありがとうございます。